関学大アメフット会見、会見する関学大の鳥内監督、撮影、屋上、写真を拡大6日に行われた学生アメリカンフットボールの試合で日本大のディフェンスライン、セシリットル、宮川大輔選手、20、が無防備な関西学院大のクォーターバック、キューブに後方から悪質な反則タックルをして負傷させた件に関して関学大アメリカンフットボール部は26日、兵庫県西宮市内で3度目の記者会見を行い、多くの矛盾があり、到底真実とは認定できない、と日大の再回答に反論。十分な信頼関係を取り戻せるまでは日大との定期戦を中止すると発表した。その一方で、当該プレーで負傷したキューブは今週前半から練習に復帰したとし、鳥内秀明監督、59、は、明日は準備している。出るかもわからない。準備はします、と27日の関西対戦で当該キューブが復帰する可能性があることを明かした。